ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。お世話になります。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい。最初に贈呈でいいんですかね。はい。じゃあ、最初に総理に。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。一番自慢のパスタでございます。はい。どうぞ。はい。どうぞ。ありがとうございます。副次、正面を取りですか。はい。はい、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 お願いします。それでは、J 高崎、高崎生パスタ、のですね、贈呈式を開かせていただきたいと思います。総理におかれましては、本日は公務ご多忙のところをですね、お時間をいただき誠にありがとうございます。本日は JA 高崎の、よりですね、岸田総理にぜひ群馬県高崎市産の小麦を使用した高崎生パスタを贈呈したいとのご要望をいただきましたので、このような機会を設けさせていただきました。それではまず最初にですね、参加者の皆様をご紹介したいと思います。まず JA 高崎市の代表理事組合長であります堀米組合長です。はい、よろしくお願いいたします。群馬県農業協同組合中央会の田村専務。はい、田村です。今日はありがとうございます。JA 高崎市の女性会会長で実際に小麦を生産なさっている中澤会長です。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それと、高崎生パスタを、製造されている吉田代表です。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらはいいんですよね。こちら女性の方2人は応援団になられているんですけども、はいはい、吉田幸美さんと、こちらは山田由紀子さんと、野口美咲さんです。はい、よろしくお願いします。あと橋爪健二さん、はい、ありがとうございます。自民党放送団の橋爪先生の弟さん。そう、どうも。じゃあ、いただきます。はい、それでは早速ですけども、堀米組長の方から、ご挨拶をいただきたいと思います。はい、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 本日はですね、国会が昨日閉会して、忙しい中ですね、はい、わざわざ高崎のですね、生パスタに贈呈式に参加していただきまして、誠にありがとうございます。私と農協はですね、農業者の所得増大とそれから農業振興にですね、一生懸命役に立って、いきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。それとこのパスタの原料なんですが、高崎で、取れた小麦の絹の鍋っていう種類のものなんですけども、今まではうどんがメインで、作っておりましたけども、今吉田生命さんと農協がですね、共同で開発いたしまして、どうにかパスタが作れないかということで、6年前にですね、完成して、作り上げたものでございます。本当にこの間もですね、5月の11日の日に日本農業新聞で金賞をいただきまして、ヤクさんがですね、審査委員長をやっていただきましたけども、6次産業の中でも非常においしいっていう評判をいただきまして、ぜひですね、総理大臣さんに食べていただいて、またその評価が聞かれれば嬉しいなと思っておりますので、ぜひともですね、召し上がっていただきまして、群馬県のですね、小麦生産者の、これからの励みになると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続きまして田村さんにお願いします。はい、今日はありがとうございます。はい、します、はい、今日はこういうような機会をいただきましてありがとうございます。若干私から群馬の農業のことも付け加えさせていただきたいと思います。
群馬県については縄文カルタの鶴舞う形の群馬県って有名なんですけども、標高差が10メートルから1400メートルというところまで農業が営まれているということで、そういう点ではすごく多様な農畜産物が生産されているところであります。で、特に大きいのは畜産と野菜が金額的に大きいんですけども、米麦も盛んでありまして、特に今日は小麦製品ということで、米麦について申し上げますと、特に特徴的なのは二毛作という産地でありまして、全国でも現在でも相当二毛作が行われていまして、かつてに比べるとだんだん少なくなってしまったのは残念なんですけども、夏はお米、秋から冬にかけては小麦という、そういうですから田んぼを2回使っているという、そういう産地であります。で、特にですね、粉食文化というのも大変盛んでありまして、総理の地元の広島もお好み焼きとか粉の文化大変盛んですけども、群馬についてもうどんだけではなくて、おまんじゅうはじめとして、特に焼きまんじゅうなんていうのがありまして、相当粉食文化は盛んな県であります。で、そんなところでありますので、ぜひ小麦生産についても、これからも盛んにさせていきたいということですけれども、特に生産、特に高崎なんかもそうなんですけれども、個人個人というよりも集落営農組織というか、協同組合の組織で集団で生産をしているのが、法人でいうと111できております。これは多分全国でも一番大きい県じゃないかと思うぐらいやっております。機械化をしたり合理化したりという点では、そういう生産に努力している県であります。最後に一つ申し上げたいのは、この度骨太の方針の中に食料安全保障であるとか、持続可能な農林水産業の関係について明記をいただきました。これは今日藤木議員もいらっしゃいますし、農林水産大臣の野村大臣もいらっしゃいますけれども、総理のご決断という中で新しい資本主義ということで、明記いただいたと思います。我々は大変ありがたく心強く思っている次第でありますので、来年基本法の改正ということで進めていただいておりますので、ぜひこれからも総理にはですね、よろしくお願い申し上げたいと思います。はい、でしても今日はこんな機会を、こういう立派な機会を設けていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、本来ですと一度ですね、試食をですね、総理にしていただきたいところですけど、なかなかここで用意というのがですね、できないということですので、残念ながら、工程に変えられて、食べていただければと思います。はい、それでは総理の方から一言、はい、まず今日は堀米組合長田村専務をはじめ、この皆様方お揃いで、官邸の方にお越しいただきました。本当に感謝を申し上げます。私の中にも出ておりましたように、この日本農業新聞のこの一村一品大賞を受賞された、このパスタをお持ちいただいたということですが、小麦の自給率、今だんだん上がってきて 17% ぐらい日本に上がってきたという話を聞きますが、その中にありましてもパスタ用の小麦、これを作るのが難しいと、ここがポイントだと聞いてきました。やっぱり日本の気候の中でパスタ用の小麦を作るというのは大変難しい、その大変難しい小麦作りに挑戦されてきた、それが高く評価されたと聞いております。改めて本当に皆さん方の長年にわたってのご努力に心から敬意を表し申し上げたいと思います。後ほどぜひこの皆さん方が手塩をかけて作っておられたパスタをいただきたいというふうに思っておりますが、ぜひこれからも、日本のそしてそれぞれの地域のやっぱり素晴らしさを、生かしていただきまして、農業をこの支えていただき、それが日本の、農業の発展、そして経済、食料安全保障をはじめですね、さまざまな国の、この取り組みを支えていただく、こういったことにつながりますことを、心から記念しお願い、ご努力をお願いしたいと思っております。また田村専務からもありましたように、来年、基本法のこの改正の議論も進めていかなければなりません。皆さん方のこうした一つ一つのご努力が
日本の農業の未来につながりますことを心から期待して一言御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。